カースル・ハワード正面の庭ジョン・バンブラによる建築計画。一部は建設されなかった。1819年のカースル・ハワード北西からの眺め。18世紀中期に建設された西塔が見える。カースル・ハワードはイングランドのヨークシャーに存在するステートリーホーム。ヨークの40キロメートル北にある、この建物はイギリスにおける最も壮麗な私有建築の一つである。 その名称とは異なり、実際には城郭として使用されたことはない。イングランドにおいては1500年頃になると城郭の建設は行われなくなった。それ以降に建設されたカントリーハウスに対してカースルという名称が頻繁に利用されたが、これらの建物の設計には軍事利用の観点は考慮されていない。1699年から1712年にかけて 第3代、カーライル伯爵チャールズ・ハワードの命で、ジョン・バンブラの設計に基づいて建設された。上流階級の出身でありながら建築の際に、引い出ていた、この著名な構図家の初めての作品であったため、ニコラス・ホークスグアが補佐を行った。バンブラの設計した西塔は建設されることはなく、18世紀に新古典様式に基づいて建設された。ドームは、 ドラム状に持ち上げられて、中心をなす、主玄関ホールの上に立ち神がある。1940年には、建物大部分が、火災によって消失したが、その後大半の部分は再建された。大規模な複数の庭園が付属している。邸宅の背後には、幾何学的配置庭園が控えており、建物はこの端に立っている。庭園はさらに外側のパークと接する。テンプルオブザ・フォインズは、 庭の外れに、モーソリアムは、パーク内に置かれている。邸宅の両脇にはそれぞれ、池が設けられており、レイウッドと呼ばれる、植物園が、付近に存在する。イーブリング王の小説、ブライズ・ヘッド・リビジティットを原作とする、イギリスのグラナダテレビ制作のドラマ、華麗なる貴族と、同じ原作のイギリス映画、情愛と友情では、物語の重要な舞台となる邸宅。 ブライズヘッドのロケ地として、いずれもカーセルハワードが使用された。51万4000平方メートルほどの広さを誇る、9アットカーセルハワードと呼ばれる植物園が宮殿と庭に隣接しているが、別個の入り口も設けられている。1975年に設置された、この植物園はイギリスにおける植物標本の保管施設としては最大級のものである。現在は、 カースルハワードとキューガーデンによって共同経営されており、1997年に設立されたカースルハワードアーバリータムトラストによって経営されている。1999年からは一般に公開されており、2005年時点では新しいビジターセンターが建設中である。ありがとうございます。